暇ですねー。てかなんで守谷神社に？いや実は、諏訪湖様が風邪をひいてですね。まあ蓮さんに伝えて看病しに行ってました。え？かなこに任せればよかったんじゃないのか？かなこ様も風邪ひいて看病した。マジかよ。てか、神様が風邪ひくて、今雑談してるんじゃないでしょ？今日は確か、あれの日だよね。うだしの日だよね。うだし美味しいよね。おつまみに食べるやつでしょ。だしにして味噌汁にしてるわ。ヨウムとアリスも煮干し好きでしょ。いや煮干しの日だけどバレンタインデーでしょ。あれの日と言いながら分かってないじゃん。煮干しは嫌だわ。てか私去年蓮にあげてないからあげなきゃ。私もあげなきゃ。よし、私はチョコのお菓子の家作るか。もしかして特大サイズですか？違うわ。そんなもん作ったら丸一日かかるわ。誰が特大サイズ作るって言ったよ。じゃあ私もチョコのお菓子の家作ろう。蓮が食べきれなかったら私らで食べようよ。おっさんで頑張ってください。おーい。今のところ不審者はいないか。それにしても見たかったなぁ。白夜の猫姿、それ忘れてくれる？てかなんでついてくるの？いいじゃんいいじゃん、面白そうなこと起こるかもしれないじゃん。すいません、俺は平和主義者なんで怒りたくないです。蓮、今日バレンタインデーじゃない？え？もうそんな時期？早いなぁ。今年も霊夢たちからもらうんでしょ？チョコ。でもリアルの方はどうせぼっちだから一個ももらえんと思うけどね。まあバレンタインデーはダークサイドの日でもあるからね。2月14日にダークサイドの日になった場合、社会と人生の暗黒時代が始まってしまうから、その話やめよう。それバレンタインデーと全然関係なくね。いや何の話してんのよ。おっきいなもいるにょんね。おっきいなだけ。てかおっきいな出番多くね。よし、私が一番乗りでレンにチョコをあげるぜ。なんであんたよ。私が一番でレンにチョコをあげるんだから。違いますよ、私の彼氏なんですから一番は私ですよ。霊夢たちじゃないよ、私が最初に霊夢チョコあげるんだから。一番にあげたとしても得することないだろう。てか一番にこだわりすぎだにょん。ばあ、おっぱいターンバン。あはは、驚いた。あの、すいませんでした。君たちそこで何やってんの？え？あいや、ちょっと探し物を。チョコでしょ？もう見え見えよ。あげるつもりだったんでしょ？そんなわざわざ隠さなくていいのに。それじゃああげますね。昨夜、早く出しましょ。お嬢様、みんなが作ったチョコがないです。そんなわけない。あんたらそれ言いたかっただけでしょ。親父せずででかくるすぎる。でも手に持ってたんだよね。うん、気づかぬうちに取られてたわ。もしかして小笠が驚かした時に取られたんじゃ。まあ一緒に探そっか。まったくどっかの誰かさんが驚かせるからだにょん。ごめんなさい。なんか他の人はチョコ取られてないみたいだけどね。でも取り返さなきゃ。せっかく霊夢たちが俺のために作ってくれたんだから。霊夢たちだけじゃないみたいだよ。どうしよう、友人様、ご主人様にあげるチョコが。落ち着きなさい、グラピー。もしかして純子さんとピエロもチョコ取られたんですか？ピエロじゃなくて名前で呼んでくれる？もしかして、ワイル？ピエロだけが殺人じゃないか。じゃあ、再生水口に生息してしか殺さないわ。やらないか。やらないよ、帰れ。グラピーも何者かにチョコ取られたみたいだな。いや、純子。あんた友人様って言われてたの？まあ。私とグラピーは家族みたいなものよ。そのご主人様って？待たせたな。うわ、変な T シャツ野郎だ。誰が変な T シャツ野郎だ。変な T シャツ。今度余計なこと言うと口を縫い合わすぞ。許してヒヤシンス、帰れ。すごい格好ね。あなたは一体？私はヘカーテア。月、地球、異界、それぞれの地獄を司る神様よ。神様か。ご主人様、すいません、ご主人様にあげるチョコ何者かに取られました。え、チョコ？今日めでたい日かなんかだったの？いや実は、今日バレンタインデーでグラピーがヘカーテアのためにチョコ作ってたけど。なるほど。ところで霊夢たちは？私らもよ。なんなら一緒に犯人探す。一緒に城が探すか。いやどうでもいいだろ。みんな、あれ見て。え？あれは？いやー！大量大量、幻想郷からバレンタインデーをなくすのだ。あいつら、勝手に人のチョコ奪いやがって。どっかへ行くみたいね。後をつけてみよっか。と捕まえましょうか。この前あいつらが作った落とし穴にはまったからな。そうだったんだ。
霊夢と魔女が入れ替わってたことか。いないね。後つけてみたけど見失っちゃった。デカミグは早くね。尋常じゃないくらい。確かにね。てかマリアの図が抜けた身体能力、私らでも追いつけないし。お探し物はこれですか？取り返してくれたの？ありがとう。え？やつはどうなったの？うちの川に流すよう小町に頼んだ。Beautiful。 あなたのチョコこれでしょ？はい。ありがとう。ありがとう。ケーキは地獄へ落としていいかな？